去年ぐらりと箱舟にやってきた人間風車、ノアのトップ選手とやるのを見たい、そんな声に応えてなのか、トップの一角中島との一騎打ちを要求しました鈴木秀樹です。この男、腕もある、頭脳もある、さらに弁も立つ、間違いなく一流の外敵です、鈴木秀樹。中島がどれほどのものか、鈴木秀樹1対1でそれを今日確認します。いつものように自然体でコーナーにもたれかかって中島の入場を待ちます。中島対鈴木、何か危険な匂いのするカードです。1月の後楽園大会、鈴木が中島に体勢を迫りました。鈴木の計算づくの挑発、中島の答えは一つでした。中島の答えはもちろんイエス。面白そうと語った鈴木との対決、不敵な笑みを浮かべながら中島が入ってまいりました。イエスのタオルが見えます。中島は今レッスルワンのシングルチャンピオン、そのレッスルワンのベルトを投げ捨て踏みつけやりたい放題。しかし今日の相手は並大抵の相手ではない、中島の言うゾクゾクする相手だから、この体勢を飲んだ。鈴木よ、あんたは今日俺を指名したことを後悔することになる、あんたの望み通り中島克彦の怖さを伝える。レッスルワンチャンピオンシップ王者中島克彦です。注目の一戦を迎えました。鈴木と因縁のある塩崎の目が藤田に向いたことにより、パートナーが責任を取れと鈴木が中島に対戦を迫りました。それを飲んだ格好です、中島克彦です。さあゴングが鳴りました。丸井選手、はい、これは注目ですよね。そうですね、これはね、言うなれば言葉は雑ですけど、面倒くさい2人のシングルマッチです。本当に面倒くさい2人です。まあ、お互いにこの駆け引きの上手い選手、自分の世界というものを持ってますよね、はい、そうですね、まあ、今回は鈴木の仕掛けに中島が乗った形になりました。レスリングの上手い鈴木と打撃の中島、お互いに自分のスタイルを持っています。ファーストコンタクト、ここは注目です。中島克彦、あの佐々木健介を師匠に持つ男であります。とにかくこの空手仕込みの蹴り、これはマット界一と言っても過言ではありません。さあ中島が慎重に今コンタクトしていきました。中島は鈴木の印象をまずはでかいと言いまして、さらに向こうのフィールドには立たないと話しました。これは一つ丸藤選手賢明な判断かもしれませんよね。そうですね、鈴木選手シンプルに体が頑丈ですよね。そうですね、まず人として、はい、レスラーとしてどうのこうのの前に人として体が頑丈だと思います、それはね本当に強みだと思います ね。そこにさらにこうプロレスの、プロレスレスリングのテクニックが、はい、プラスされているということなんで本当に面倒くさい人ですね、はい、まあ、鈴木は191センチ113キロあります。このビル・ロビンソンを師匠に持つこの鈴木秀樹、そのロビンソンのこの伝統のスタイルを今に伝える選手であります。杉浦軍の一員としてノアマットにぶらりとやってきました。鈴木は自分の試合にこう相手を引きずり込むテクニックというものを持っています。非常にこの大きいんですが緻密な戦いをする選手ですよね。そうですね、パワーも非常に強いですね、はい、はい、場内が一旦シーンと静まり返りました。2人の一挙手一投足を満員のファンが見据えています。この指先一つも見た方がいいと思います、はい、この腕のクラッチの外し方とか腕の取り方とかそういう部分で、もしかしたら他の選手と違うものをたくさん出してくるんで引き出しを、はい、まあ、鈴木はこの伝統的なキャッチレスリングの使い手であります。こうその腕を取るだけではなく指を攻めたりそういうこともしますよね。そうですね、
まあ、全ては理にかなった攻撃をするというか、まあ、レスリングのイロハというものをしっかりとマスターした上でそれを一歩先に進めている、それがこの鈴木秀樹というレスラーであります。ここの離れ際も注目、緊張感が漂います。しかしクリーンに離れていきました。いやこれはなかなか2人とも仕掛けていきづらそうですね、いい緊張感ですね、はい、手4つの体勢で組み合っていった、この組み合い差し合い、おっとインロー、このインローが強烈です。しかし鈴木は全く下がりません。おっとうまくテイクダウンさせる、させる、ハーフガードのポジションになりました。ここから上に乗っていきたいのは鈴木秀樹です。中島克彦がガードポジション、本当はインローを聞いてると思います。いやそうでしょうね、はい、でもそういうのを見せないのもまた彼の一つの強みでもあると思います。まあ、その痛さを見せないのが相手に対するこの一つのプレッシャーになりますね。はい、まあ、中島克彦としては打撃戦に持ち込みたいんですが、やはりこうやってねちっこく鈴木はグラウンドに持ち込みます。まあ、鈴木に寝かされたり組まれたりするとレスリングでこうパワーもありますし持っていかれてしまいますので、中島はやはり立ってこの打撃を打てる間合いをしっかり作りたいですね。そうですね、でも意外とあの中島もあのグラウンドの動きとか好きなんでね、はいはい、普段はあんまり見せないかもしれないんですけど、そうですか、はい、でもこういう時にそういうものがあるかどうかを見せれるのもプロレスラーの一つの起業というか、まあ、普段は見せない引き出しというものが、はい、まあ、どれぐらいあるかというね、そうですね、ところでしょうが、さあここは鈴木のフィールドにあえて踏み込んでいるような風にも見えます。中島克彦ヘッドシザースの体勢です。首を決めています。そこから抜けようとしているのが鈴木秀樹です。しかしここは抜けられませんでした。ヘッドシザースです。鈴木は、はい、鈴木選手の方はこう膝であのすねのあたりをしっかり押さえつけて抜け出そうとしてたんですけどね、そうさせないような形をしっかり取っている克彦で、さらに腕を、ね、取って、そうですね、はい、今もまた膝をすねのあたりに乗っけて、5分が経過しました。あ、ここは首抜け出しました。そして組みついた、おっとヘッドロックに来ましたが、またヘッドシザースで捉えています。中島克彦クリックヘッドシザースの体勢です。これも非常に伝統的な技ですよね。そうですね、今受けに回っています鈴木秀樹は去年5月からノアに定期参戦しています。7月には塩崎豪と一騎打ちを行いまして引き分けました。まあ、丸石選手、あの試合も非常に緊張感のある名勝負でしたよね。そうですね、あの決して派手な試合ではなかったとは思うんですけども、お互いの意地の張り合い、プライド、でお互いのプロレス感、それをぶつけ合った結果の、あの内容だったんで、はいはい、それがお客さんにも伝わったと思いますし、はい、今日はその塩崎のパートナーであります中島克彦との一騎打ちです。おっとブリッジからうまく抜け出しました。さて今アルマ TV のコメント欄にはロープワークがない試合いいじゃないかというふうなコメントもありました。ご指摘の通りまさにロープワークがない非常にクラシックな試合展開です。この展開というのは丸藤選手、はい、予想してましたか。でもそうですね、ある程度はやはり、あと鈴木選手というのはね、序盤とか結構こういう掛け合いで試しを入れる選手なんで、はい、相手がどれだけできるかできないか、相手の力量を試すというね。そうですね、はい、おっと首四の字の体勢で頭をキャンバスにぶつけていきます中島。先ほどからかなり長時間首への攻撃が続いています。鈴木秀樹は何を考えているか、やられながらも次のカウンター切り返しを待っているでしょう。はい、中島、ここもうまく抜けていきました。足を折りたたんだ状態です。ここからどうか、うっと脇が溜めに来ました。腕を取った、素早く中島エスケープします。今腕取りに行くにも指先から取りに行ってね、逃げられないように。あ、なるほど、はい、こう対応しづらい指というのをうまく狙ってくるんですね。そうですね、鈴木秀樹の根底に流れるのはビル・ロビンソンイズム、あるいは猪木イズム、全くこのノアのリングとは
こう出所も違う選手であります。さあ中島克彦がゆっくりとリング内また身構えています。低い体勢2人が組み合っていく。中島は得意のキック序盤にちょっと出していますが、ここからどう展開していくか。組み合ってガブっていった、追い詰めていったのは鈴木であります。鈴木秀樹の必殺技はダブルアームスープレックス、あのビル・ロビンソン直伝の人間風車であります。あれが決まりますと試合がすぐに終わってしまうという一撃必殺技を持っています。今ちょっと張っていきましたね、丸石さん。そうですね、要所要所に挑発をこう込めてますね。そうですね、もしかしたらこの中島克彦を熱くさせようと怒らせようとしているかもしれません。片足タックル、しかしすぐに対応します鈴木。またグラウンドの攻防になりました。おっ、鈴木は三角締めです。体を反転させて中島が抜け出します。足を折りたたんでさらにフェイスロックの複合技、サイドヘッドロックに行きました。流れるようなグラウンドの攻防です。鈴木はロビンソン仕込みの正統派キャッチレスリングをマスターしています。多彩な関節技がある。しかしながらここは鈴木ちょっと受けに回っています。中島克彦の方は1月にかつてこの鈴木秀樹も持っていたレッスルワンのベルトを稲葉から取りまして、4日前にはレッスルワンのリングで足の破り初防衛に成功しました。まあ、中島丸石選手、はい、あっという間にレッスルワンの中心に食い込んでますよね。そうですね、しかも本当に嫌な外敵として、そうですね、チャンピオンになってベルトを持ってこないっていう、はいはい、もう投げ捨ててそのベルトをね、もう自分で管理しないというね、そうですね、ちょっと前代未聞のチャンピオンになってますが、レッスルワンの 3.15 大田区大会ではカズ林との防衛戦が決定しております。対する鈴木の方はそのレッスルワン大日本プロレス01でシングルのトップのベルトを獲得してきた猛者であります。まだノアで GH ヘビーに挑戦はしていません。試合は10分が経過しました。今ポジションの取り合いですね、ずっともうこの10分間。そうですね、ポジションの取り合い、あるいはこの主導権の奪い合いという10分間、濃密な10分が過ぎました。おっと上から打撃です。あんなの当たったら一撃で終わりますよ。危なかったですね。体勢はまだ鈴木秀樹上になってますが不十分です。下から中島が三角締めあたりを狙っています。体重差あるのでここからの打撃も効きます。ここはクラバットのネックブリーカーからフライングメイヤー、そしてネックスクリュー、これは丸藤選手もやる技ですけどもね、この技は非常に地味に見えますがかなり効くそうですね。もう選手に聞きますとあの技は本当に食らいたくないというふうに聞きます。ネックスクリュー、中島が首を押さえています。お、顔面を踏みつけたまま腕を引っ張るアームバーのような体勢です。地味にいやらしい技ですね。そうですね、はい、自分のポジションを作って要所要所でこう打撃を入れてきたりするんで、はい、無駄な動きがないですよね。あ、なるほど、はい、まあ、その攻撃の組み立ても多彩なのでちょっと相手も対応しづらいですよね、うん、そうですね、だからやはりここは中島は打撃に持っていけたら一番突破口にはなると思うんですけどね、うん、おっと至近距離から今見えづらかったんですがエルボースマッシュを打っていきました。顎のあたり、さらにまだねちっこくいくチンロックです。さあコメント今試合中にも続々と書き込まれておりますが、中島やるね、いい試合だな、詳しくもなんともないけど見てて面白いというコメントが書き込まれております。
今のプロレスっていうのはね、こう派手で面白いこう攻防もあれば、こういう地味で伝わりやすいものもあるんで、はい、いろんなプロレス見てもらえるとね、本当に、嬉しいですし、そういうものを表現できるレスラーがここにいるっていうことが素晴らしいかなと思いますね。はい、まあ、その技術的なことは分からなくてもですね、うん、この緊張感というのはやはりこの視聴者の方にも伝わっているようですね。そうですね、やっぱり普通にシンプルに人としてあこの人強いんだなとか、はい、うん、あこういうのがうまいんだなっていうのはプロレスラーじゃなくても伝わる部分というのは絶対あると思うんですよね。はい、あここもネックロックかなり厳しく絞り上げながら前に押し込んでいきました。そしてエルボースタンプです。おーロキック、ここで来ました。これはさすがに効いた。ドラゴンスクリュー、足を狙っていきました。まあ、普通の人だったら今のローキック一発で終わると思います。いや本当にやばいですね、はい、あれは。鈴木が場外にエスケープします。ここは賢明な判断です。鈴木もかなり下半身しっかりしておりますが、そこに凄まじいローキックをぶち込んでいった。そして中島が狙っています。エプロンで、おっと危ない板にキック。中島勝彦この表情です。鈴木は場外で一旦呼吸を整えていますが、中島がそれを追撃していく。ローキック、丸道選手このキックは本当にいつも食らってると思いますけれども、はい、もうちょっと言葉にできない痛みですかね。食らいたくないですね、はい、プロレスラーでも食らいたくないというこの中島勝彦のキック。あ、場外フェンスに内もものあたり、ももの裏あたりを叩きつけていきました中島。この足殺しというこの作戦というのはいかがでしょう。そうですね、やっぱ体格差がある中ではその下半身から崩していくっていうのがやっぱり、まあ、一つのセオリーといえばセオリーなんですけども、はい、まあ、他の選手よりもこの打撃という部分で、ね、中島は非常に強いので。そうですね、はい、15分が経過しました。やっぱこう身長差とかもあるんで、まあ、上から攻めるよりは下を攻めてこうやってね、しゃがませたりとかそういうふうにしていった方が。そうですね、はい、さあ今度は場外ラグビー戦客席に突っ込んでいきます。場外カウントは20です。20レフリーが数える間にリングに戻らなければ両者リングアウト引き分けということになります。おっと客席に座らせる。おお鈴木も意地を見せます。立ち上がる。容赦のないこの打撃の嵐にさらされております鈴木秀樹。この蹴りもいつもよりなんか走ってる感じありますね。走ってますね、はい、今日すごいですね。ここで試合が荒っぽくなってきました。試合は30分一本勝負で行われています。中島勝彦対鈴木秀樹の一騎打ちです。あ客席に鈴木が突っ込んでいった。丸石さん、鈴木のスタミナという点ではどうですか。はい、スタミナはめちゃくちゃあると思います。はい、だからこうやられながらももしかしたら自分で体力を回復させている可能性もありますし。なるほどね、下からやられながらもやり返しています鈴木歴。スタミナはあるんですけども、やっぱその打撃に関して の, その痛みであったりという部分はやっぱりしっかり痛みとか残るんでダメージが。はい、鈴木がちょっと足を引きずっています。中島がリングに戻しました。リングの上で決着をつけようという中島勝彦、ここはチャンスです。おっとそう見せかけておいてまた場外に落としました。このあたりが中島勝彦の読めないところです。またキックだ。走ってますね。いやすごいですね、空手仕込みのキック。これはまさに合法的狂気であります。二人が揉み合っている。
もうリング上ではねお互いがグラウンドでこうどっちが譲るかみたいなのがあったんですけども、はい、今度場外になるとお互い本当にこういう形で譲らないっていうね。そうですね、はい、まあこういう喧嘩ファイトにも慣れている2人です。これ気をつけないと場外でね、場外20カウントなんで、そうですね、はい、その20カウントで終わってしまう可能性もこのままでありますよね、はい、今レフリーが2人に駆け寄ってリングで試合をしろと命じています。しかしその声は2人の耳に入っていないか。だいぶ感情がエスカレートしています。両者の感情がエスカレートしている。鈴木秀樹がにやりと笑いながらヘッドバット。おっと中島がお客さんのスーツケースを武器にしようとしています。レフリーが警告を発しています。その間にカウントは1に中断していますが、レフリーが20カウントを数えたらここは引き分けになってしまいます。ちょっと収拾がつかなくなってきましたね。そうですね、レフリーも止めるためにカウントがなかなか進めないというか。そうですね、はい、お互いが意地を張り合っています。鈴木秀樹は顔面への攻撃、場外戦鈴木秀樹は盛り返してきました。しかし中島もやり返す。おっと今日は雨模様ですのでお客さんが持ってきている傘、これを使っていく。おっと危ない危ない危ない、場外でバックドロップ、あるいはワンハンドバックブリークを狙いました。鈴木、お中島馬乗りになっています。ちょっとレフリーもさばききれない状況です。2人ともマルフィス選手気が強いですよね、はい、全然レフリーの言うこと聞いてないですね。聞かないですね、聞こえてないですね。これはあエルボースマッシュ、会心のエルボースマッシュです。あちょっと喧嘩マッチの様子を呈してまいりました。まあこの2人の対戦ですとこういう展開も十分ね考えられたわけですけれどもね。そうですね、20分経過、20分です。もう場外乱闘でちょっと拍手が起こるというのも非常にこれは異例でありますが、西永レフリーがかなり厳しく注意しています。ようやく2人がリングに戻りました。20分が過ぎました。30分1本勝負で行われております。おっと2人が胸を突き飛ばし合う。鈴木のエルボー重い。鈴木はレスリングの猛者ですが打撃も強いんです。中島どうか。しかし中島和彦もあの佐々木健介さんの弟子、地獄の特訓に耐えて一流レスラーになった男であります。いやでも中島も体はそんなに大きくないんですがタフなんですよね。そうですね、負けん気が強いですからね。15歳でプロレスにデビューしました中島克彦、今年でキャリア16年目になります。2人とも笑いながらやり合ってますからね。いや楽しくなってきたんでしょうかね。エルボスマッシュ、もっと来いという鈴木。中島もエルボーで返していきます。うんと、あえて中島蹴りを出さない。エルボスマッシュ、鈴木押している。お聞きくださいこの拍手。いや丸石選手ここまでいかがですか。そうですね、もう今ねお客さんもねそのなんか勝ち負けよりもこの試合自体を本当に楽しんでいるというか、まあ、ずっと見ていたいようなそんな試合になっています。2人の意地の張り合い。さあアベマ TV のコメント欄も、おっとこれはキャプチューの起き上がる新進空、ここで投げ技が出ましたね。得意のスープレックス、その一つを繰り出していきましたキャプチューの。き
チンシンク、そして覆いかぶさります。カウンター2。コメント欄にはエルボーえぐい、面白いよこの試合というコメントが寄せられております。まさにその通りの試合展開になっている。ネックロックにします、クラバットのネックロック、そこからショルダーネックリカニードロップ。丸石選手、この鈴木も基本技で試合を組み立てていく、その一つが強力ですよね。そうですね、だからこそさっきみたいな投げ技が映えるというか、はいはい、この試合の中で一つこうインパクトを残していくんですよね。とにかく鈴木秀樹は基礎がしっかりしています。その基礎で勝負する選手と申し上げてもおかしくないでしょう。ロープ送っていく、低空のドロップキック、膝、そしてラウンドハウスキック、側頭部のあたりにキックが入りました。お互いに負けられません。その負けられない気持ちがこの試合を加熱させております。おお、この時間帯で中島克彦が得意の踏みつけ、鈴木が嫌がります。これはいつも中島克彦がやる作戦なんですけど、はい、あの技なんですが、これ相手としてはちょっとこうイライラしますよね。そうですね、屈辱的な部分でありますよね。相手をあえて怒らせて、この油断させようという中島和彦の駆け引きであります。しかし鈴木もそう簡単にはこの屈辱的な技は食らえない。顔面を踏みつけられております鈴木。まあ、これは中島はまだ余裕があるというふうに見ていいでしょうかね。そうですね、あとはやっぱ自分のペースに引き込む一つ の、 あの中島の技でもあるんで、はい、主導権を握っているのは中島克彦。しかし下から起き上がってきます鈴木、エルボースマッシュ、ヨーロピアンアッパーカットとも呼ばれています。これもヨーロッパスタイルのアッパーカット、エルボーです。中島は蹴りで応戦するトラスキック。25分経過のアナウンスがありました。残り時間は5分です。勝負つくんでしょうか。これはもうお互いがこうあんまり時間を気にしてないというか、そうですね、はい、もう目の前の戦いに没頭しているという、そういう風にも見えます。バックマル、ワンハンドバックフリカー、これは高い。ここで出ました、鈴木秀樹のワンハンドバックフリカー。普通の選手よりこうもう一段階上に上げるんですよね。ただ今膝バックフリカーの時に、うん、これ膝痛めましたかね。先ほど攻められてましたからね。そうですね、たまにプロレスラーって攻められてたことを忘れてこう技を仕掛けてしまってそれに気づくみたいなこともあるんで、まあ、そして試合中にこう痛みを感じるというのは、まあ、アドレナリンも出てますので相当な痛みということですよね。そうですね、おっとキック危ないところでした。しかしミドルキックが飛んでくる、そして潜り込んでバックドロップ、鈴木すぐ起き上がる、鈴木レキがジャーマンスープレックス投げっぱなし。中島も立ち上がります、トラスキック、エルボースマッシュ、まさに互角。いや、拮抗してますね丸石選手。まだお互いの必殺技は出していません。中島克彦は垂直落下式の DDT バーティカルスパイクという技が必殺技、対する鈴木秀樹はロビンソン直伝の人間風車ダブルアームスープレックスであります。その2つの技は両者ともに温存している。しかしながらもう時間がありません。30分の一本勝負で行われている、まもなく30分が経過いたします。ここで2人が対角線、カウンターのエルボーです。まあ、必殺技を出すようなこの場面がまだ巡ってきてないですかね。そうですね、でもお互いがこう一発で決めれる技を持ってるんで、はい、いかにそこにつなげられるかですよね。残り時間は3分です。中島克彦は一瞬で相手を沈めるハイキック、これもあります。顔面蹴り上げる、そしてミドル、鈴木が尻餅をついた。
しかしながら鈴木秀樹もあれだけの打撃を食らいながらなおも立ち上がってくる。しかしこれは厳しい。前後からキックを乱れ打ち。この25分を過ぎてこの打撃をまた打てるっていう部分ですよね、はい、そうですね、はい、そして抑え込みますが肩を上げました。さあここから流れに持っていくんじゃないですかね。あっと得意のバーティカルスパイクの体勢。あーしかし上げたのは鈴木だ。ツームストーン、ツームストーンパイルドライバー。ここから鈴木秀樹の時間か。残り時間は2分。フルネルソン、このままドラゴンスープレックスホールド。どうだ、入らない。グラウンドからフルネルソンから持ってくってところですよ ね、 そうですね。しっかり決めてから。なるほど、がっちり決めてからスープレックス。中島ダメージあります。鈴木いけるか。ダブルアーム来るぞ。その前にエルボースマッシュ、念には念を入れます。あしかし鈴木も中腰疲れている。まもなく30分が経過する。残り時間あまりありません。ミドルキック、エルボースマッシュ。中島も口を開けている。うん、しかしキックの威力を衰えていません。あ、残り時間は1分。残り時間60秒を切った。ここで中島が打撃の応酬。あっと聞いてる聞きました。膝をついた鈴木、上からエルボーを打ち下ろす。中島チャンス、強引に行くぞ。いけるか、いった、上がった、バーティカルスパイク。さあカバー決まったか。あーっとまだ入らない。残り時間30秒だ。でも30で決めれるものは持ってると思いますよ。鈴木が、おっと鈴木もいったぞ。ダブルアームスープレックス。人間風車出た出た。少しカバーが遅れたが、あー入らない。この技返した人初めて見ましたね。そうですね、はい、若干カバー遅れましたが、それでも肩を上げた。さあ抑え込んでいく鈴木。残り時間はもうあとわずか。入りません。中島の上になった。ここでゴング、時間切れを告げる普通のゴングが打ち鳴らされました。30分時間切れの引き分けという結果に終わりました。中島克彦対鈴木秀樹の一騎打ちです。あ、丸井さんいかがでしたか。そうですね、30分じゃ足りないですね、この2人じゃ。そうですね、はい、本当に足りないですね。この30分終わった後のこの2人の顔を見てください。これ、まだいける顔してますよ。まだそうですね、はい、まあ30分も長い時間戦いますとゴングと同時に2人が倒れ込むというシーンがまあ、そうですね、多いんですが、はい、そしてまだ ね何よりもこの決着つかなかったけどもお客さんのこの満足感というか。そうですね、はい、決着つかない引き分けに終わったんですがお客さんからは納得の拍手。後楽園ホールです。またね続きが見たいと思うんですよね、はい、さあ中島がいち早く引き上げていきます。アリナ TV のコメント欄にはこの2人が組んだら最強になりそう、また見たい、それからおおというね気持ちのこもったコメントが寄せられております。いやでも激しさあり駆け引きあり見応えがありましたね。そうですね、中島対鈴木の一騎打ちは引き分けに終わっています。